園崎美恵の湯上がり一番。はい、皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。園崎美恵です。園崎美恵の湯上がり一番、今月も始まりました。10月9日第13回目の配信です。なんと湯上がり一番1周年を迎えます。いやこんな世の中ではございますが、ひとえにこの番組続いておりますのも聞いてくださる皆様がいるおかげでございます。相変わらず皆さんのお便りだけが頼りです。去年の10月10日からね、配信始まりまして、ちょうど明日で1周年になるわけなんですけれども、お便りを頂戴しましたので、ご紹介させていただこうと思います。湯上がりネーム島田さんからいただきました。ありがとうございます。配信1周年おめでとうございます。ありがとうございます。コロナ禍で温泉旅行もなかなかままならない中、湯上がり一番で現地に行った気持ちになって、今後の楽しみにもなっています。これからも頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。そして湯上がりネームゆうちゃんさん、園崎さんこんにちは。こんにちは。毎月楽しみにしているこのラジオ、月の初めの週末ののんびりしたひとときのお供になっています。これからも楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。はじめね、放送始まった時、毎月10日配信っていう風に考えてたんですけれども、そうすると平日の夜とかになっちゃうので聞きづらいんじゃないかみたいな話になって、ツイッターで週末の配信とどっちがいいっていう話になって、土曜日だと次の日が休みなので夜遅くの配信最速で聞けるのでそれがいいですみたいなご意見が結構何件かありまして、それで今みたいな毎月第2土曜日の夜10時に配信という形になりましたけれども、いやこの1年いろいろありましたね。いやまさかこんなに緊急事態宣言でお家にいなきゃいけないことになるとは夢にも思わず、なかなか温泉にも気軽に行けなくなってしまったので、このラジオ始まった時はそんなこと本当に思いもしなかったんですけれども、東京都の緊急事態宣言も明けて、実は私先月末に新型コロナワクチン2回目を打ち終わりましてですね、とりあえず死なない免罪符をいただいたところなんですけれども、まあなかなかこう元通りというわけにもいきませんし、どういう風な様子でいたらいいのかなっていうのは本当に今でも模索してる最中なんですけれども、この番組のねネタもちょっと仕入れないといけなくて、湯がり一番でなかなか湯上がれないっていう、お家のお風呂以外でなかなか上がれないっていう事態がちょっと続いておりますので、無理のないところでぼちぼちお風呂のご紹介また来月ぐらいからできるようになればいいかななんて思っている次第でございます。はい、お便りもう一つご紹介しましょう。湯上がりネームサボテンまんじゅうさんからいただきました。ありがとうございます。湯上がり一番1周年おめでとうございます。ありがとうございます。以前話されていた公開収録はまだ難しいかと思いますが、1周年で何かやらないんですかといただきました。そうなんですよ、1周年だから何かやろうかなって考えてて、10月10日はね銭湯の日ということで、この番組去年の10月10日から始まりましたけれども、来月11月26日、いい風呂の日をめがけてグッズを作りたいと思います。イエイ。湯上がり一番グッズ、なんかこう銭湯とかね、ちょっとしたお風呂に持っていけるようなものが作れたらいいなみたいなことはずっと考えてはいたんですけれども、まあまず手始めに手ぬぐいを、オリジナルデザインで作ってみようかなと思っております。前にね、私のオリジナルグッズで金魚手ぬぐいイベント販売オンリーで使
作らせていただいたんですけれども、なんだかんだやっぱり手ぬぐい結構便利なので、また今度は湯上がり一番のデザインでちょっと作ってみようかななんて考えていますので、ぜひ来月11月26日、楽しみにしていただけたらなと思います。販売方法などはまた追って来月の放送でご紹介できるかと思いますので、どうぞ楽しみにしていていただければなと思います。そんなわけで今月も始まりました、そんざきみえの湯上がり一番。この番組は私そんざきみえがお湯に関すること、関しないこと、ただただひたすらゆるりと喋っていく音声番組です。そんなところで今月も最後までゆっくりしていってね。いや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 、オープニングでもちらっと触れましたんですけれども、新型コロナウイルスワクチン2回目無事に接種し終わりましてですね、ちょうど今この配信を撮っている2週間前に2回目が打ち終わりましたので、ちょうど今2回目接種後の2週間後なので、免疫が一番最高と言われている、時期に入っている次第なんですけれども、地元自治体のワクチン接種の順番がようやく回ってきまして、お仕事お休みいただきながら副反応に備えてワクチン打ってきたんですけれども、先に1回目2回目打った人たちにものすごい副反応を脅されまして、熱めちゃくちゃ出るから解熱剤用意しといた方がいいよとか、冷えピタとか用意しといた方がいいよって言われて、お水もね買って、で私実はアイソトニック飲料っていうのがちょっとあまり得意でなかったので、カルピスとあとレモン汁とかね用意して、よーし来いって待ってたんですけれども、1回目も2回目もですね、熱もさほど出ることなく、1回目の40時間ぐらい後にちょっとだけ熱が上がったぐらいで、あとはね熱も7度5分ぐらいで、ちょっと熱高いかなぐらいで、で全然実は元気でおりまして、ただ唯一2回目打った時にちょっと船酔いみたいな感覚がずっと続いていて、なんかこうちょっと三半規管がぼやっとした感じで、物にぶつかったり持ってるものを落っことしたりとか、そんなことがあるぐらいで、あとは外出もせず家でぐーたら寝てたっていう感じなんですけれども、結構ねひどい人はひどくて、本当にインフルエンザかって言われるぐらい頭も痛いし体の節々も痛いし、8度5分まで熱出たみたいな話もいっぱい聞くので、ほんと人それぞれなんだなーなんて思って、年齢でねお若い方は副反応出やすいみたいな話も聞きましたけれども、私の親族で私よりも全然若い女性で、やっぱり私みたいに熱も大して出ないけどずっと車酔いしてるみたいで気持ち悪いっていう話もあったりかと思うとね、私よりも年上の先輩がものすごい熱上がったよっていう話も聞いたりもしますし、本当体質によるんだななんていうことを思いましたね。ただちょっとその病気じゃないのに熱が出るっていう感覚を若干楽しみにしていたこともあったので、なんかそうならなかったっていうのがちょっぴり残念だなみたいな気持ちにもなったりもしたんですけれども、とはいえねやっぱり具合悪いよりは体調がいいには越したことがないので、何事もなく2回済んでよかったなと思っています。そう1回目の時にねちょっとなんか熱上がっちゃって、それでも7度4分ぐらいだったんですけども、なんかちょっとだるいかなーなんて思ってて、
でもその時にね、私お昼ご飯にかき揚げ丼食べたのよ。で、私ほらあのエビアレルギーじゃないですか。それで同じ油でエビ揚がってるとやっぱり油を介してアレルギー物質体内に入れることになるので、あのそれでね、もしかしてアレルギーで熱出ちゃったのかなみたいな感覚もあって、で2回目は2回目ですごいちょっとずっとなんか船酔いみたいな気持ちの悪い、気持ちの悪いっていうか、こう吐きそうっていう気持ち悪いじゃなくて、なんかこうグワーンとしたなんかこう居心地の悪さみたいなのがあったんですけれども、ちょうど台風来てたのね、あの結構大きいやつ、もうニュースにもなってた、それの影響かな、いわゆるまあ低気圧の影響かなとかとも思ったりして、まあ実際のところその副反応っていうのがまあちょっとよくわからなかった感じだったんですけれども、いやそれにしても今回のこのコロナ禍でメッセンジャー RNA っていう新しいタイプのワクチンがあの出てきたわけなんですけれども、これすごいなと思うのは、今までのそのいわゆるインフルエンザの予防接種とかああいうワクチンっていうのは弱毒化したあの強さを弱くした病原体を体内に入れたり、既存のその病原体から毒性を除いたものを体内に入れて、それを人間の体の免疫に攻撃させて免疫力を得るっていうものなんですけれども、このメッセンジャー RNA ってその弱毒化したそういうものを入れるっていうのではなくて、外側その側だけを体の中で作らせて、だからその外側だけの設計図を体に入れて体内でまあほら増えるじゃない病原って、でその増えるところの側だけを作らせて、その側めがけて攻撃をさせるっていうシステムなわけですよ。なので新型コロナウイルスの側だけを作らせて、それを体内の免疫システムの中に送り込む、体の免疫に「おあいつだ、あいつが悪いやつだぞ」っていうのを認識させて攻撃をさせて免疫力その耐性をつけるっていうものなわけで、言ってみちゃこう体の中にこうデコイの、あの外側の設計図だけ入れて、でそれが体内でジャガ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 って作られたものを人間の免疫がそのデコイを攻撃して、よし本ちゃんが来てもこれで対処できるぜ、これで戦えるぜっていうような風にして免疫を獲得するっていうものなんだそうです。ちょっとあんまり上手な説明じゃなかったらごめんなさい、ざっくりとしてはそういうものらしいんですけれども、それってすごい話だなと思って、人間の免疫がその病原を攻撃する攻撃目標をまず定めて、それを体の中で作らせるっていうわけでしょ。いやー科学医療ってすごいなっていうのをまざまざと感じているわけです。それにしても筋肉注射って私子供の頃からあんまりいい思い出がなくて、だいたいなんかこうちょっとなんか指先がしびれたりみたいなことがあの過去にあって、本当注射嫌い、注射好きっていう人もなかなかいないかと思うんですけれども、こう筋注本当に嫌だったんですけど、まあよくよく考えれば私の世代が予防接種を受けていた小学校の時代とかよりも全然やっぱり薬も発達して少量で済むようになりましたし、あと針のね技術もものすごく上がって、きっと細くて安全なものが、細くてしっかりした安全なものが開発されているから体に負担がかかりにくいものがきっと開発されて、どんどんああいう医療のその注射する中身もそうでしょうけど、その医療器具もきっとあのどんどん進化してより安全なものになっていってるんだろうな、なんていうのを感じましたし、だからあっという間に本当なんかちょっとおしゃべりしてる間にあっという間に済んじゃって、昔やっぱりああいう予防接種って
針刺すのも痛いし、で針刺してからその薬液が入っていくのも嫌じゃない、あれ感じるじゃないですか。歯医者行って歯の麻酔するときに刺す時よりもその後麻酔の液が中にじゅわーって入っていくのが痛いみたいなのがあって、そういうのを割と覚悟してたんですけれども、全然本当あっという間に、特に私なんかはあの大型接種センターで接種をいたしましたので、そこで注射する医療従事の方々ももう一日に何百人も人をさばかないといけないから、まあきっと手慣れたものでさっさっと終わっていくんだろうなっていう流れの中で、私もその一人だったので、本当あっという間に、特に2回目なんかはもう行って会場着いて15分ぐらいでもう終わってダウンタイム入ってましたよね。いやーすごいなーと、なんか感心しきりで、まあ、ワクチンに関してはワクチン規定派の方も少なからずいらっしゃると思いますし、またね体質によってワクチン打てないよっていう方も少なくないとは思います。ただ健康な方だったらぜひ私は受けておいた方がいいんじゃないかなと思っていますし、うちは特に母が高齢であるっていうのもありますし、また職場がねもう完全3密の職場でありますから、人と接することが職業だったりもするので、自分の判断で、まあ、ワクチン接種しておいた方がいいかなと思って、ワクチン打ってきた次第でございますけれども、皆さん人それぞれお考えあるかと思います。まあこの私の発言が何かのご参考になればなと思っています。はい、何はともあれ皆さんどうぞご健康でお過ごしください。ここで一通お便りをご紹介したいと思います。湯上がりネームおしゃまんべ太郎さんからいただきました。こんにちは、初めてメールを送らせていただきます。ありがとう。 Amazon プライムビデオで桜大戦のライブを見て以来、孫崎さんのファンになった新参者です。おお。今自分は学生なのですが、せっかくの休みがコロナ禍の影響でどこにも行けてません。そうだね。もし今後この状況が回復したら温泉旅行に行きたいと考えています。そこで孫崎さんおすすめの温泉を教えていただきたいです。お仕事頑張ってください。陰ながら応援しています。といただきました。ありがとうございます。過去回をぜひ聞いてほしいな。いろんな温泉ご紹介していますので、番組聞いてる皆さんからもね、いろんな教えをご紹介していただいてますので、ぜひそちらご参考にしていただきたいなと思います。はい、番組では皆さんからのお便りお待ちしております。ご紹介させていただいた方には番組特製のステッカーをプレゼントさせていただいております。ですのでお便り読まれたよっていう人はぜひフォーム宛てにステッカーのお送り先の住所をお知らせください。皆さんのお便りだけが頼りです。楽しいお話どしどしお待ちしています。教えて。はい、おしゆを教えてのコーナーです。早速お便り頂戴しましたのでご紹介しましょう。湯上がりネームモーネルモスさんからいただきました。おしゆ教えて。孫崎さんこんにちは。こんにちは。私のおしゆは北海道手塩にある手塩温泉夕映えです。ここに訪れたのはもう10年近く前になります。車で北海道一周旅行をしていた時に立ち寄りました。うお、いいな。宿泊するわけでもなく、さらっと汗を流すために寄ったので、実はお湯に関しての記憶がほぼありません。おですが、湯船に浸かりながら海を眺めることができたのは覚えています。この雄大な景色を目にした瞬間、そうそうこれこれって感じでテンションが上がりました。
湯船に浸かりながら見る自然の風景っていいものですよねといただきました。ありがとうございます。うわ、北海道一周旅行いいな。私今は函館と、帯広に親戚がいるんですけれども、昔札幌にいとこが住んでいて、いとこを訪ねに小学校4年生の夏休み、母と、北海道横断かをしたことがあるんですけれども、いや北海道広いからそんなに回れないんだけれども、まあ帯広と札幌を車で移動したり、まあ、釧路港とか摩周湖とか湖見に行ったりとかしたんですけれども、北海道ね温泉いっぱいあるんですよね。本当あちこちありますけれども、そのご紹介いただきました天塩温泉夕映え、ちょっとねホームページ見てみましたよ。雄大な日本海と利尻富士を望むというトップページから始まる、サイトですけれども、わー本当に海の間際にあるんですね。でなんか温泉は茶褐色でアンモニア臭がすごいって書いてあるので、こっちの方は何温泉なんだろう、泉質ちょっと気になりますけれども、それよりもねこの交通案内のところの地図に書いてあるこの利尻温泉の真横にあるみんなのしじみバンガローっていう、これは宿泊施設かなんかなんでしょうかね、それが今ものすごく気になっています。日帰り入浴もしていて宿泊もできるみたいですけれども、ちょっと何かの折に北海道行った時立ち寄ってみたいなと思いますが、結構遠いかな。夕日を眺めるのがすごくいいですって書いてあるので、なんかでちょっと行ってみたいなと思います。海際でなくても秋はまた紅葉の季節になりますから、露天風呂本当にいい気候になりましたね。揺れる落ち葉と一緒にお風呂に入ったりして、だんだん短くなっていく日を眺めながら、または綺麗な月の晩にぽちゃんと暗い中温泉お湯浸かるのもいいですよね。あお風呂行きたいな。モーネルモスさんありがとうございました。皆さんの推し湯ぜひ教えてください。推し湯教えてのコーナーでした。今月の園崎美恵です。まずはやっぱりこちら、お待たせしました、映画007 No Time To Die ようやく公開です。前回スペクターに引き続きマドレーヌ役で日本語吹き替え版に声の出演をしています。アメリカに先駆け10月1日より全国劇場にてロードショー中です。ぜひご覧ください。劇場作品はアニメーションでも出演しています。宇宙戦艦ヤマト2205新たなる旅立ち全章テイクオフ、バルナ役で声の出演をしています。10月8日より全国劇場にてロードショー。そしてすでに配信版がリリースの映画クワイエットプレイス破られた沈黙 DVD& ブルーレイが同じく10月8日発売です。主演エミリー・ブラント演じるエブリン役で日本語吹き替え版に声の出演をしています。そしてゲームです。 FPS ゲームファークライ6、10月7日発売しました。クララ・ガルシア役で日本語版に声の出演をしていますので、ぜひプレイしてみてください。そして写真を撮ってお金を稼ぎながらレイニー・ウッズの秘密を暴くゲームザ・グッド・ライフ、主人公ナオミ役その他で声の出演をしています。こちらは10月15日リリースです。近日リリース予定のチューする即死ゲーモナムール、こちらのテーマソングで私園崎美恵スキャットで歌っております。ぜひぜひチェックしてみてください。それからアメコミから作られたオリジナルアニメーションウィッチブレイド、昔放送してたものなんですけれども、 YouTube のゴンゾチャンネルで期間限定配信中です。ソホーレイナ役で声の出演をしていますので、ぜひ見てみてください。先日オンエアが終了したアニメナイトヘッド2041 FOD でもお楽しみいただけます。アニメサニーボーイ、こちらも最終回迎えましたが、最終回にもちょこっと出演しております。ぜひ配信で探してみてください。僕のヒーローアカデミア、お師匠志村奈々役で声の出演をしています。 DVD 絶賛発売中、配信でもお楽しみいただけます。アニメキングダム、ヨウタンワさんようやく出てきました。オンエア見られなかったよという方、ぜひぜひ各局配信でお楽しみください。エデンズゼロ再放送始まりました。
紅婦人役で出演をしていますね。こちらもぜひご覧になってください。それから What If 最終話配信されました。引き続きキャプテンカーター役で声の出演をしていますので、ぜひご覧ください。そして先月26日で放送が終わったデジモンアドベンチャー DVD ボックス絶賛発売中です。先月発売されたものはテイルモン表紙になってますので、ぜひぜひご覧になってくださいね。ブックレットにはインタビューも掲載しています。アニメワールドウィッチーズ発信します月刊が発売になりましたが、こちらの映像特典になんと私顔出し出演をしておりますので、上巻と合わせてお楽しみいただければと思います。そんなワールドウィッチーズの情報をお届けする生番組ワールドウィッチーズチャンネル湯治宿姉の湯、次回はエイラ役大橋エルさんをお迎えして10月12日放送です。海外ドラマ、ネットフリックスにてマイク・フラナガンの最新作真夜中のミサ配信スタートしました。ヒロインのエリン役で日本語吹き替え版に声の出演をしています。そして Hulu にてハンドメイズテイル次女の物語、セリーナ・ジョイ・ウォーターフォード役で最新シーズンも引き続き声の出演をしております。毎週金曜日に最新話が配信中ですので、ぜひぜひご覧になってみてください。その他最新のお知らせはツイッター告知アカウント SNZK00A1 をご覧ください。以上、今月の園崎芽衣でした。はい、お便りご紹介していきましょう。湯上がりネームぐーたらさんからいただきました。園崎さん、こんにちは。こんにちは。デジモンアドベンチャー約1年半お疲れ様でした。ありがとうございます。デジモンは無印放映当時からのファンだったので、キャスト発表の時パートナーデジモン側はテイルモンだけキャスト変更になっていて、とても驚いたのを覚えています。ですが園崎さんならレディーデミモン様と殴り合っても余裕で勝てそうだなと思っていました。ところが蓋を開けてみれば、闇落ちするわ温泉でのほほんとするわでやたら光に甘える可愛い系テイルモンでしたね。前作と比べ2人の新しい関係性が見られてよかったです。また園崎さんが日曜日にリアルタイム視聴して実況されてたり、デジモン T シャツ着てアフレコされたお写真あげてくださったりと、テイルモンのことを大事にしてくださる方に引き継いでいただけたのも嬉しかったです。本当にありがとうございました。またいつか園崎テイルモンを聞ける機会があればいいなと思っています。その時は今作では叶わなかった進化前の可愛い敬語ワンコ系デジモンのプロットモンのお声も聞けることを願っています、といただきました。ありがとうございます。はい、そんなわけで足掛け1年半、まあテイルモンが登場してからは1年ぐらいになりますけれども、デジモンアドベンチャー、出演させていただきました。いや本当に貴重な機会をいただきまして、前任の徳光由香さん、本当に私デビュー当時に西五反田界隈のイベントとか、あと CD 作ったりとかね、そういうちょっと企画的な集まりがあったんですけれども、そちらでご一緒させていただいたりとかして、とても古いゆかりのある演者さんだったんですけれども、今回引き継がせていただいて不思議なご縁もありましたし、ありがたい1年半だったなと思っています。それからパタモン役の松本美和ちゃん、本当に久しぶりにお話しして、あの彼女福岡からだったので毎回リモート収録だったんですけれども、昔楽しくご一緒させていただいた方々とまたこうやって番組ご一緒させていただく機会があって、本当に初心に帰るような1年半でした。ご視聴くださった皆さん本当にありがとうございました。いやー、それにしても今年はというか、この秋は特に皆さんのお目にかかるというかお耳にかかる機会が本当に多くてですね、劇場作品も何本もありますし、またテレビオンエアいろいろありますし、配信で新しい番組もありますし、実はちょっと告知載せられなかったんですけれども、今日この配信の後某日本テレビさんで放送のとある番組に私出演させていただくことになりました。私としてはもう本当に嬉しいお仕事で、これが配信になる日時にはまだちょっと言えないんですけれども、どうぞ見守っていただけたらななんて思っています。番組では皆さんからのお便りお待ちしております。ふつおた、おしゅう、教えてお姉さんに聞いてみる、最近のハマりもの、その他いろんなお話私にぜひ聞かせてください。
採用させていただいた方には番組特製のステッカーをお送りいたします。次回配信は11月13日土曜日夜10時を予定しています。ちょっとこの配信遅れてしまってごめんなさい。それではまた来月2週目の土曜日の晩にお会いいたしましょう。30分のお相手は私、園崎美恵でした。